ことじゃないけど、もしそれを受け取ってもらえれば、多分、いや、必ずもう片方のイヤリングを隠した場所。セキュリティが作動します。そうか、封印は解けません。
悟はできているか。どんな馬鹿な貴様ら神
残されたものが夜明けの弱いところ、痛いほど心を縛りつける。残されたのは置き去りにしたのは誰？また置いていかれたら俺どうしたらいいかわからない。私は死神なの。神と人間の間に愛情が成立すると本気で考えているのか。あなたは自分が一体どのような存在なのかまるで分かっていないですね。ここでよく遊んだんだよ。こんな。
よくも私の前に姿を見せることができたものだな。一度グングニルがその本当の力を解放するのを見てみたかった。黒は全ての色を飲み込む。確かその漆黒のオーラはあらゆる力を吸収し、槍はさらに力を増していくという。まるであなた自身を象徴するかのように。王よ、あなたも司法の所持者ならわかっているだろう。すでに数は無力だということが。ロキ、こんな取り返しのつかないことをして許されるとでも思って？まさか。やめろ。離れていろ。ロキはオーブを持っている。ヴァルハラが。ロキがオーブを盗み出したのよ。オーブ。そう、ドラゴンオーブを人間界から探し出してラグナロクに備えていたオーディン様を逆手に取ったの。早くオーディン様のところへ行ってあげて。戦況はこっちが不利なの。フレイ姉さんも言ったわ。考えていたと思う。私はオーブは大きな戦力になるし、人間界で混乱が起きればレナスお姉様の任務もやりやすくなる。やめて。
間が問題なんじゃない。私はただみんながかわいそうなだけ、みんなを助けてあげたいだけ。Thank you.